彼女からは剣技を教わっていたが、最後まで親しいとは言えない間柄だった。しかし、果てしない夜の中で空に浮かぶ月ほど、身近な存在もないだろ。彼が全てを忘れてくれたら、私も楽になれたのに。ああ、わかっている。自分が追い求めるものは、もういなくなり、己の思い出の中にしか存在しないと。彼にとっては、これは良きことであろう。私の闘争心が強すぎるって？それはあんたがルカに会ったことないから言えるのよ。あの子は意志が強そうに見えるかもしれないけど、実は自分が足手まといになることを恐れているの。だからあんなに頑張って訓練して戦っている。いつの日か心を静めて自分の声に耳を傾けてほしいわね。ルカお兄さんはとても優しい人です。最初はおっちょこちょいに見えるかもしれませんが、実はとても優しいんですよ。ルカお兄ちゃんは肉が好き。私も肉が好き。だからルカお兄ちゃんとフックはいいお友達なんだ。彼の試合ぶりを見ましたか？あれは仮想部最大の鐘の鳴る木と言っても過言ではないでしょう。ああ、残念。散歩の庭に生えている木であればよかったのに。